皆さん、こんにちは。なるほど店です、えー。今日もボールソートパズルですね。遊んでいきます。さあ、レベル120に行ってみましょう。いやー、今日、あれですね。パソコンでネット調べてて見かけたんですけど、あれですよ。私がよくお飲みしてるコーヒーのドルチェグストさんのコーヒー。なんと、スターバックスさんがあれですね。サクラストロビリアジを出されたみたいです。期間限定だと思いますけど。 いやー飲みたい。いやー飲みたいですね。<laughs> 何度も言いますけど。スーパーで売ってないですかね。まあ結構最近いろんなところで売ってるんですけどね。カプセル。ちょっと飲みたいんですよね。だから探さないといけない。えー、っと、さあどこ入れましょうあーこれオードイドそう、ニコニコパターンは出しづらいんですよね。紫映して、えー、っと、 青動かせるけど、赤動かせない。あー、オレンジ動かして、黄緑。黄緑。ちょっと動かせるの動かしていきますか。黄緑、紫、黄緑。オレンジが、オレンジわー、難しいですね。これでピンクいけるけど、あ、青動かしますか。 で、オレンジ動かしてピンク、赤でしょ。あ、これ1個開きますね。よーし。これでいけますか。ちゃんと考えれば。オレンジも2個1個でしょ。これも出さないといけないでしょ。黄緑、赤。灰色が動かせればここ出せるんですけど、オレンジ出して、ダメ。黄土色、 入れて赤を動かして赤出したら黄土色元に戻せるからこれでいけますかさあ同じようなやり方だとうーんと赤出して灰色動かせるからまずこれ出すでしょでオレンジを入れるとオレンジオレンジ黄緑ダメ ああ、でもオレンジ出したら赤出して、灰色動かせるかいけますか。よーし。で、これで紫も救出できて、で、オレンジ動かしておいて、あとはもう黄緑動かすしかないでしょ。ですかね。これでいけますか。さあ、大丈夫そうですね。さあ、私は休みの日に探していきますか。ストロビリアジのラテを。 さあ、それではありがとうございました。今回の動画は以上とさせていただきます。他にもゲーム実況をたくさんお出ししてますので、よかったらなるほどてんのチャンネルの再生リストから引き続き動画をご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。